の食材大辞典はこちら。人の耳に似ていることから木の耳とも漢字で書くキクラゲについてお話をしていきます。不思議な食べ物、このキクラゲなんですが、実はですね、キノコ類になります。アジアではね、いろんなところで食べられているかと思うんですが、ヨーロッパではあまりいいイメージを持たれていません。で、なぜかというと、イエス・キリストを裏切ったユダが首を吊ったニワトコの木からこのキノコが生えてきたと言われていて、このキクラゲ、ヨーロッパではユダの耳と呼ばれています。そしてですね、食用としてはされていないそうです。まあ、国によってはあんまりいいイメージを持たれていないキクラゲなんですが、実は骨粗鬆症が気になる方におすすめしたい食材の一つなんですよ。で、なぜかというと、カルシウムを吸収するのを助けてくれるビタミン D がなんとキノコ類でトップクラス入ってるんですよ。やるじゃないか。さらには食物繊維も豊富で、食物繊維というと皆さんごぼうイメージしませんか？で、今日はですね、ごぼうと比べてみたんですけれども、ごぼうと比べるとなんと3倍近くの食物繊維が入ってるんですよ。すごいじゃないですか。さらにはですね、その他にもカルシウム、さらに疲労回復効果のあるビタミン B 群、さらに老化防止効果のあるビタミン E も入ってるので、このキクラゲ、実は栄養がギュギュッと詰まってるんですよ。ねえねえ、知ってる？皆さん、キクラゲには黒キクラゲと白キクラゲの2種類あるって知ってましたか？黒と白で少しずつ栄養成分の多さが違うんです。まず黒キクラゲですが、黒キクラゲは疲労回復効果のあるビタミン B 群がたくさん入ってるというふうに言われてます。そして白キクラゲは植物性コラーゲンがたくさん入ってるので、美容にいい、美肌にいいということで、楊貴妃も食べていたそうです。なので黒の疲労回復、白の美肌と皆さん覚えてください。最後におすすめの食べ方と注意点です。骨粗鬆症が気になる方はぜひカルシウムいっぱいの小松菜とキクラゲ合わせて食べてみてください。合わせて食べることによって、小松菜のカルシウムの吸収率をキクラゲに入っているビタミン D が上げてくれるのでおすすめです。あとはですね、注意点なんですが、キクラゲ食物繊維がどうしてもねたくさんあります。なので食べ過ぎると逆にお腹が痛くなったり下痢になったりすることもあるので、茹でたキクラゲで1日まあ 30g 程度がいいかなというふうに思いますので、それ以上食べ過ぎないように気をつけてください。さて、今日はキクラゲについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねと思われた方はグッドボタン、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで、今日も一日グッドラック。 See you next time!